皆さんこんにちは、いちきです。今日はですね、先日インスタグラムで質問をたくさんいただいたのでサクサク答えていきたいと思います。はい、行きましょう。どれから行こうかな。一期セットのおかげで初バスゲットすることができました。ありがとうございました。いえいえ、こちらこそ。一期セットね、皆さんが本当にたくさんメンションしていただいてるので本当に嬉しいです。これからもよろしくお願いします。こちらこそありがとうございます。大好きです。頑張ってください。ありがとうございます。嬉しいです。はい、トラウトやカンツリはやらないですか？一回プールフィッシング行ったことあります。で、その時に、まあ、すごく繊細な、釣りだなと思って、すごく面白かったので、まあ、ぜひ今年も行ってみたいなとは思ってます。いつも拝見させていただいております。ありがとうございます。バス釣り以外の釣りもしますか？今のところプライベートではバス釣り以外はやってないですね。まあ、でも、ちょっとシーバスは行ってみたいなと思います。そうね、バスのタックルがあれば、シーバスも行けるかなって思ってんので、まあバスが釣れなくなったら、もう十分釣れないんですけど、まあシーバスも行ってみたいなとは思ってます。ビッグベイトで使ってみたいもの、または好きなもの。タイニークラッシュ。霞ヶ浦で好きな場所は、霞ヶ浦、どうしても北浦行っちゃいますね。北浦の、まあ、水原とか、まあ、有名な流入河川とか。うん、まあでも、なんだかんだ水原は行っちゃうかもしれない。釣れないんだけど。いい。冷え込みきつくなってきたので、防寒対策してくださいね。フルフッキング見せてください。ありがとうございます。なんとかフルフッキングを収めれるように頑張ります。今日、小6の息子がマラソン大会で優勝しました。おう、息子健太に一言お願いします。健太おめでとう、よくやったー、お疲れーおめでとう。すごいね、1位だって。優勝ってすごいよね。私マラソンめちゃくちゃ嫌いだったもん。あのね、普段の血の巡りが悪いのか、長距離を走るとね、もう足、下半身がめちゃくちゃもうむずがやくなってきて、最後もうひどい時は吐き気するぐらいまで、本当に、ね、短距離は好きなんですよ。足早かったから。短距離は好きなんだけど、しかも、マラソンってさ、なんか冬とかにやんじゃん。余計体冷えてる時にやるから、すごい体痒くなってくるんだよね。最近、霞水系で釣りしてないんですか？してます。釣れてないだけです。釣れてないから動画上げてないだけです。すいません。はい。セコムしてますか？セコムしてないです。うちセコムないんですよ。激ゆるなんですよ。大江川などは来ないんですか？ああ、行きたいですね。大江川、五山川。五山川は、2回行ったことあるんですよ。ただ、大江川近いけど、ポイント分かんなかったんで行ってないんですね。あんまり関西まで行くってプライベート、そんなんだろう。私車持ってないんですよ。車を持ってないので、どうしてもちょっと遠征ってなると新幹線とかそういう移動になってしまうので、なかなか行けないんですよね。次、初バスのヒットルアー、いいですね。初バスのヒットルアーは、OSP の HP シャトテールの、ダウンショットでした。それをズル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 引いてきたら、お、初バス何センチですか？その時に釣れたのが38センチです。びっくりするでしょ。初めて釣りで、そのダウンショット投げたら38センチ釣れたんですよ。あれ9月だったね。9月。2年前ぐらいの9月でした。好きなスポーツは、ああ、バレーボール。スピニングロット折ってしまいました。一押しの教えてください。あ、なるほど。スピニングロットは私が、最初に買ったスピニングロットが、メジャークラフトのデイズの 63L なんですよ。
これはめちゃくちゃ使いやすいです。未だに使ってます。バスマニアスポンサーですか？違います。アングラザイトで人気値は、スポンサーどこもつけれないので、スポンサーはつけてないです。だし、まあ、来年新しいアングラーズアイドルの子が決まったら一応フリーにはなるんですが、まあ、ちょっとどうなるかわかんないです。どこから声がかかるのかとかも全然と予想できないので、どうしようかなっていう感じですね。シーバスとかどんどんやってほしい。そうですね、シーバスは。やってみたい。熊本帰った時はシーバスやりたいな。天草っていう、こう、島があるんですが、ここはね、すごく海の幸がよく取れて美味しいので、ね、海釣り、熊本帰った時とかは海釣り行ってみたいですけどね。前職、前職は、これ食前職は、なんて言うんだろう。東京来てからは、職っていう職にはついてないですね。ずっとアルバイトをしてきたので、職で言うと、熊本にいた時は飲食店が最後だったかな。飲食の前がアパレル。いらっしゃいませ。アパレルの前が、バイクショップですね。整備してました。なので、もう爪の間とかすごい真っ黒で、玄関先に来た布団の営業の人に美容師ですかって言われるぐらい爪が真っ黒でした。彼氏にするなら釣り好きの人ですか？まあ一緒に行けたら一番楽しいのかなとは思います。はい。今後ビッグベイト系やるつもりありますか？やるつもりはありますよ。もちろん。ロットがないだけです。ロットとリールがないだけで、全然やるつもりはあります。手元にあるなら、いつでもやりたいぐらいです。はい。霞水系で釣りをするときのポイント選びは勘ですか？それとも事前情報を誰かから聞いてるのですか？完全に勘です。勘でしかないですね。だいたい本校をバーって見て、あ、風当たってるなとか、あ、ここ人少ないなとか、あ、ここ風裏だなとか、なんかそういうのを見ながら、決めます。なので、結局なんか、事前情報を聞いたとしても、私がそれを活かせる、あれがないんですよ、多分。例えば、ババさんに、ここで昨日釣れたから、ここ行ってみなよとか言われても、多分、状況変わってると思うし、同じ釣りやっても、釣れないと思うので、そこは、聞いたりはしないです。別に。新しいベイトロット、買わないんですか？おすすめの M ロット買いましたよ。これもね、これもメジャークラフトの、あ、持ってこようか。こちら。これもね、これもね、デイズ。メジャークラフトの回し物みたいになってるけど、別にそういうわけじゃなくて、これはデイズ。66の M です。めちゃくちゃちょうどいい長さだった。で、これ2ピースなんですけど、全然、2ピースなんですが、全然、めちゃくちゃ使いやすかったです。今日スリークマイキーをね、ちょっと巻いてみたら、スリークマイキーの90は ML がいいかもしれない。115だったら M で、カワシマイキーはヘビーとか、MH、まあそれぐらいかなっていう感じですね。ただこの66の M っていうドンピシャの番手、私あんまりメーカー気にしないんですけど、やっぱ長さで、私は決めます。ロット買うときは。66の M っていうのはめちゃくちゃ自分の身長とすごく合ってたので、これにしました。琵琶湖のおすすめスポットはどこでしょうか？わかんないですね。琵琶湖は私2回しか行ったことないので、ちょっとこれはわからない。美味しい給食出てましたよね。バレましたか？
美味しい給食出てました。あの市原隼人さん主演のドラマがあったんですけれども、美味しい給食っていうドラマがあって、それに教師役でね、チラッチラチラッチラ映ってるんで、映画もね、ちょっと前に公開されてて、わかると思います。見たら出てるので。ただ、そのメガネかけてて、昭和の、設定だったんで、髪型とかも全然違うんですけど、まあわかると思います。出てました。時間もお金も気にしないでいいならどこで釣りがしたいですか？海外でしょ。メキシコか韓国かアメリカ。釣り以外の趣味ってありますか？あれば教えてください。最近はですね、YouTube で、工場見学を見るのがめちゃくちゃ好きです。ハマってます。なんか夜な夜な見ちゃう。なんだろうあれ。何も考えなくていいじゃないですか。あと、YouTube はやっぱひたすら見てますね。あとパグの動画見たりとか、あと釣岡さんのあのマリモとマルの動画をね流しながらご飯食べたりとか、だから釣り以外の趣味ってなると YouTube を見ることかもしれないですね。GoPro でどのように撮影してますか？あ、なるほど。GoPro の撮影方法。これですね。まず GoPro 本体をこう首から下げるやつがあるんですよ。こっからこうやって下げて、そうだからね、ここめちゃくちゃ日焼けするの。こう後ろめちゃくちゃ日焼けするんだけども、別にそれはいいやって思って、GoPro ここに置いて、コードをここから通すじゃないですか。もう直接。で、直接、バッテリーに、これはまあ服の中通して、バッテリー、これアンカーのバッテリーなんですけど、バッテリーに入れて、これまあお尻のポケットに入れて、で、これ本体のあの電池は取って、もう充電しっぱなしで取ってます。そしたら電池、交換する電池っていうのはもう持ってかなくていいので、です、すごく心配しなくていい、ずっと撮りっぱなしができるので。なのでもし GoPro で釣りの撮影したいとかちょっと撮ってみたいなっていう人がいたら便利じゃないかなと思います。やっぱね、私ここよりね、こっちにしてる方が楽なんですよ。なんか頭重いとこうなんか疲れちゃうんで、ここに下げてるのがすごい楽です。デートの時の勝負服どんなんですか？デートの時は、もうマジでこのまんまかもしれない。パーカーにデニム？おすすめの偏光サングラス教えて。あ、なるほど。最近買えたんですよ、サングラス。じゃーん！オークリー。これは私の3代目ですね。おすすめの偏光サングラス3代目。これオークリーで、カスタムしてるんですよ。霞整形で見かけたら声かけてもいいですか？全然大丈夫です。声かけていただいて大丈夫です。霞整形じゃなくても、普通に、ボート屋とかで会った時でも全然大丈夫なので、気軽に声かけてもらえればと思います。釣り具屋とかね、結構私出没してるんで、都内の釣り具屋。冷凍焼きおにぎりってなんであんなに美味しいんですか？おかしくないですか？ピスタチオ食べすぎて顔にニキビできまし、めっちゃできました。治りません。どうしたらいいですか？釣れない期間が長いのですが、そういう時はどうしてますか？釣りに行きます。釣れなくても釣りに行く。それが釣りです。はい。男性の好きなタイプをなるべく詳しく教えてください。一緒に行って楽しい、話が面白い、一緒にいて楽、優しい、怒らない、束縛しない、干渉しない、アウトドアが好き、好き嫌いが多くない、否定しない、塩顔、よく笑う、あと背は高い、なんだろう、清潔感、髭、運転が上手。潔癖症じゃない。ちょっとだらしないぐらいがちょうどいい。押し付けない。
なんだろう、それぐらいかな。あと家族を大事にしてる人と、私の家族とも仲良くなれる人。あ、お酒飲める。大事。お酒飲めるの大事。私が飲むんで、以上。また何かあったら追加しておきます。死ぬまでに釣ってみたい魚。おぉ。サメ。以上ですね。すいません。多分答えれてない質問たくさんあったんですが、たくさん質問もらって、まあ似たような質問とかも多かったので、そこはちょっと選びながら、答えさせていただきました。答えれてないやつもあって、そこはすいません。全部はちょっと答えきれなかったんですが、ちょっとデリカシーない質問とかあったんで、それは省きました。そうですね。今日はゆるく終わりましょうか。ゆるく終わりましょうか。はい。じゃあ最後まで見ていただいてありがとうございました。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ほいじゃのー。